皆さんこんにちは、しゅりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はディズニーに行く時のカバンの中身を紹介していこうと思います。ということでね、今回は友達と4人で行きます。はい、そうですね、夏休みなのでたまにはどうでもいいかなとはい、友達とディズニーに行くの2回目なんですけど、まあ、持ち物こんな感じだな、こんな感じかなみたいなものを詰めたのでちょっと紹介していきます。バッグはまずユニクロで買いました。これなんかさ、パソコン入れんのかな、なんか結構大きいんだよね。そうだからちょっとカクカクってなってるんだけど、私はこれがドンピシャでして、すごい可愛いっていうか、なんていうのかな、タイプドタイプだったんですよ、このカバンが。なんかデザインもさ、あんま見ないようなさ、こういうくるくるってした感じのやつで、めっちゃ可愛かったんですよ。一目惚れですね、完全に。これはじゃあ中紹介していきます。中はね、もう普通なんですけど、まずね、ポーチが2個あるんですけど、まず1号、まずこれにはもう超詰めちゃってるんだけど、まずこの汗を止めるやつをと、あとこれあのマスクのさ、匂いのスプレーと、あとこれね、キャンメイクかな、どこだっけな、多分キャンメイクの香水とボバジュ2個と充電器とマスク。そう、ポーチの中に普通に二重なんですけど、超現状なんですけど、マスクです。これですね、これが1個目の、もう使ってない。で、次がね、2個目のポーチ。これもね、もうポーチに入れなくてもいいかなとか思ってたんだけど、ポケットに入れちゃうとポケットの入れるものが多くなっちゃうので、多くなってしまったので、そうですね、ハンカチとティッシュとウェットティッシュです。はい、これは必需品かなと思って入れました。そうですね、こんな感じで次いきます。次はね、これ携帯扇風機、これマジで必需品だと思う。マジでね、暑いじゃんでさ、ディズニーってやっぱ外で並ぶじゃん、すっごい暑いと思うのね。本当にこれはマジで必需品だと思う。これもか、これも。で、次はね、こちらちょっとぐちゃぐちゃなんだけど、タオルですね。これはまあ汗拭く用のタオルかな、ハンドタオルと違って。そう、これもね、やっぱ暑さでも汗ダラダラって時にさ、必要かなと思って。そうですね、最近なんか部活やり始めてから代謝が良くなったのか分かんないんだけど、すっごい汗かくの。私なんかちょっとしたことで汗かくから、マジで持っていこうかなと思って、はい、入れましたね。で、ラスト。そう、これね、ディズニーのために買ったの、このドライシャンプー。これはなんか汗とかで前髪がベターってなった時に根元にスプレーすると一瞬で乾くみたいなやつなんですけど、マジこれ使うのが楽しみですね。本当にサラサラにしてくれるらしいです。で、この本体っていうか大きいところは以上でございます。ね、案外少ないよね。で、次さ、このね、ポケットの中身いきます。ポケットはなんか頻繁に使うもの、まずは、あ、すいません、お財布です。いや、これもう何年使ってるって感じなんですけど、もうこの財布がね、もう可愛すぎてもう抜け出せない。もうずっとこれ使ってます、私。そう、サービス感も良くてデザインも可愛くて本当に好きです。そう、
私これ小3とか小4に買ったの、センスよくねって思って。そう、小3とか小4で買うデザインじゃないよね。使ってます。で次にこちらポーチですね。これ100均で買いました。あ、そう、100均じゃないわ、300円均一。このねポーチとお揃いなんですよ。これセットです。でこの中にはこの絆創膏と櫛じゃないわ、鏡と薬が入ってます。そう、ここに櫛も入れていく予定なんですけど、絶賛櫛なくし中でして、櫛今入ってないんですよ。まあまあ後で探します。はい、であとね、日焼け止め。日焼け止めはね、もう日焼けてるんですよ正直言って。ほらやばくない、ここの境目。もうマジでテニスしてるからマジ腕がね焼けすぎててやばい。まあ気持ちですね。顔もぶっちゃけねマスク焼けしてて、ここわかるかな、ここからね上が焼けてて、ここからね下が白いんですけど、まあまあまあ。そう、首も黒い。ちょっとほらやばくない、ここの境目。まあ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 いいでしょう別に。であとねこれお菓子持ってきます。こちら忍者飯とミルクキャラメルで、このね忍者飯はね友達とお揃いなの。私がねぶどうでね、友達がね青いやつ、ラムネ、そうだ分からないけど、とりあえずお揃いなんですよ。はい、以上ですかね。あと携帯入れて終わりです。こちら今ねシーンで買ったね、すごい夏っぽいね携帯ケース使ってるんですよ。そう、前回までっていうか結構前までね、あのこれと一緒に買った黒いリボンのパールがついたやつを使ってたんですけど、壊れちゃってパール取れるわリボン崩れるわ、なんかもう一気に来て寿命が、なんかもう2日連続で壊れたりしてて、あ、もう使えないよってなってこっちに買いました。可愛いです、夏らしくて可愛い。そうですね、こんな感じで以上でございます。どうでしたでしょうか。いや多分ねこれで乗り切れると思う。で、あと飲み物とかは、あの、ペットボトルを2本持ってきます。水とね、ウーロン茶、今ね、冷やしてるんですけど。そう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 。だから飲み物も心配もないし、ちゃんと日焼けとか熱中症予防、ちゃんと持ってったし、携帯もね、モバジルも2個もあるし、多分ね、乗り切れると思います。これぐらいで。はい、ということで、今回はね、ディズニーに持ってくもの?カバンの中身をね、紹介してみました。ということでね、久々のディズニー楽しんでこようと思います。あ、久々じゃないか、6月に行ってるんだよね。2ヶ月ぶりのディズニー楽しんでこようかなと思います。ということで、それではバイバーイ。